私の思いはまっすぐだ。引け、イーノ国のなでしこたちよ。これが足利の男の本性だ。天下創生など甘い言葉でたぶらかし、いたずらに乱世を呼び込む。見ろ、我ら乙女の幸せなど微塵も考えてはいない。足利め、世の傲慢な男どもめ、天下を手放したこと後悔させてやる。天が与えし運命の声は、世の乙女のためこの名を虎に立てと、そう言っているんだ。しかし名を虎様、私たちに男どもを破ることができるのでしょうか。大丈夫だ、お前たちには一条の涙も流させない。行くぞなでしこたち、私に続け。
世のため、いざ！乙女の誇り、超素敵！紳士王国、どうぞ！完成！我が輩、誰かに見せたくてたまらない！なんだあのヒゲ男どもは。剣王と苛立ちが止まらない。行くぞ。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ほっ！ああ！こちゃ！ほれ、出発！義明様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではタダで返すわけにはいきますまいだね。その通り。この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。乙女の怒りだ。裏切る。この刃を。教えてやる。私の剣を防ごうなんて思うなよ。死にたくなければ先手が吉だ。紳士は紳士に心身を鍛え、紳士を得てこそ紳士でござる。頼む、ヒゲだけは豚だいて。令和の神と欧州短大素敵紳士たる我が輩にぴったりなどは一体どちらだね。ほら、ナオトラ様の乙女力は物理的なもんだからさ。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。みんな、いいの。ナオトラ様の名を落とす働きだけはするな。はい。
くヒゲを整えろと言ったはずだよ。これは恥じるばかり。敵も我が輩のようにズルが得意なだけだよ。一番行くぜ。無敵に立ち向かうは勇気か。やられるまでが作戦だよ。我が輩の紳士講座を受けておきながら負けるとは。降伏するなら聞いてやる。だがその前にもう一回叩き切れ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうかねこの衣装、気候には着こなせないだろうがね。何なんだ貴様のそのヒゲ、その動きは。我が輩の紳士ヒゲと紳士所作に興味津々だね。もうちょっとそばで見てもいいのだよ。案ずるな、我らには大将がついておる。へい。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。今なら勝てます。さあ参りましょう。分かってる。いつ見てもいい我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。イーを守れるのは私だけ。負けられない、誰にも。ナオトラ様が地頭でなきゃイーはとっくに消えてたな。国を守るためならこのような命惜しくはない。その自慢ちょっと突っ込んで聞きたい俺がいる。私についてこい。倒れるまでが紳士です。うちの女衆やっぱすげえや。さあナオトラ様、男どもに目に物見せてやりましょう。分かってる。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな男衆。はい
が足りなかった。乙女の怒りだ。乙女に磨きをかけて。ナオトラ様もお婿さんもらったら少しはないか。ないない。銅像を触るとその場所が素敵になるらしい。残されし場に我らの意志を集わせましょうぞ。さっき落とし物しちまったよ。うん、命をな。磨きをかけて。虎の方向にすくんだか。安心しろ、それが自然な反応だ。つけひげが取れた。ああ、もっといいひげつけておけば。隠れる紳士の気品が隠れることも許さない。どうぞをどうぞ見ていってどうぞだよ。認めないとも。目にゴミが入ったのだ。自慢は我が輩をより素敵な紳士へ近づける。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い。我が輩の超精絶回転水車がついた団子だよ。すべて自慢し終えてしまったようだね。残念かい。じゃあ最後に王国の真の姿を見せてあげるよ。1割くらいは俺たちの手柄だよな。たくさんのヒゲ紳士との思い出胸に刻んで帰っておくれよ。このナオトラに勝ってみろ。世に己ありと示してみせろ。あの子に文を当てたのはどこのどいつだ。名乗りだろ。私がこの目で見極める。片時も我が輩の元から離れないでくれたまえ。承知つかまつった。男って結構褒められて伸びるってとこあるよね。まあ予想はしてたがここまで一方的かよ。その面構え、お前ろくな男じゃないな。俺たちまで切らなくてもいいだろう。伸びが最強だ。叶わないな。いい歌が浮かんだよ。我が輩万葉集に加えよ。こんにちは。いえ、何でもありません。なでしこ隊前進。男衆はその場に待機。はっ。力負けを恥じている間にもう一度立ち上がったらどうだ。俺たちが無理させたから女衆が我が輩こそが宇宙短大。ああ、変装するの忘れてた。俺ナオトラ様の太刀持ち上げることもできなかったよ。
私についてこい。見なかった気がしますな。紳士は永久に不滅だよ。すぐだ。おっ、これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。思い知ったか男ども、その身に来。欧州へ向け。思い知ったか男ども、その身に刻み込んだか男ども、これがお前たちが踏みにじってきた乙女の底力だ。はい、お見事です。ナオトラ様、それにナオトラ様の勇姿に勇気づけられた乙女たちが我が軍に加わりたいと。よし、迎え入れろ。そうだ、私たちの思いが届いたんだ。ナオトラ様、あなた様についてきて本当によかった。おい、大丈夫か？どこか傷ついたか？私としたことが、涙は流させぬと言ったのに。いいえ、これは感動の涙でございます。こら、びっくりさせるな。もう大丈夫だな。よし、行くぞ。私はただ天神様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍び三人とくれば、こうなるのも当然だろ。なあ、ルーマ。肌もあらわな、その乙女忍びを襲って、一体何をするつもりだ貴様ら。おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった？お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ。剣心様、あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か？それとも戦忍びをまとめて始末ってことか？まあいいさ、どっちにしてもこれも大事なお仕事だし。俺様結構忙しいんだけどね。ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。ナオトラ様、男どもにぶつける。おかしな鹿。ナオトラ様、男どもにぶつけるその強い信念はいかなる鍛錬で得られるものなのですか？鍛錬か。かつて私にも結婚の約束を交わした相手がいたんだ。あいつは男だからと出しゃばることもなく、物静かで腕も立つ申し分ないやつだったよ。だがそんな私の幸せは砕かれた。世にも厚苦しい甲斐の虎武田信玄によってナオトラ様、お気を確かに。
すまない。だがまさに祝言のその日、武田との戦が長引き、私が向かった時にはもう、もしやそのお方はすでに、そう、私を置いて去った後だった。卑劣で厚苦しい武田軍、わざと戦を長引かせ私を陥れたんだ。なんて残酷で。乙女が世のため、いざ乙女の誇り。ようやく完成したぜ、海賊要塞百鬼不覚。こいつはどこまでも自由な船よな、せいか。おもちゃを好むは愛も変わらずだな、カラスめ。お客さんだ、整備の当番以外は出てこいや。了解っす。この船には鬼の牙が仕込んであるのよ。いいか、鬼の牙に噛まれると痛いんだぜ。お次は鬼の爪だ。これまたすっげー痛いぜ。確かに、なんという痛そうな仕掛けだ。網にもかからねえ小物のくせによ、さあ次はドイツだ。私の牙の餌食となるのは、私たちは戦い勝利する、乙女たちの新しい時代のために。フガクにはもっともっと大筒を乗せねえとな。やるども、そこらの守備は任せたぜ。了解っす。海賊退治で名を上げようってのはよくわかるがよ。やるども、俺の代わりに黙祷しといてやってくれ。あと一つだからといってせくなよ、男衆。はい。どうもくしろ。巴御前の再来とはこの私のことだ。なんせに息づく一輪の花、いいの虎のまばゆきを見よ。してがなんだ、仲間は絶対見捨てねえ。最後まで諦めはしねえ。やろども、やばくなったらとっとと逃げな。わかりやした。これで思い知っただろう、私にかなう男などいないんだ。
出方次第じゃ。俺が直々にぶっ潰す。水、鉄砲水をぶちかませ。やるぞ。好きなだけ暴れぬ。俺が許す。任せてくれ兄貴。私についてこい。命がけで守り抜くぜ。兄貴、持ちませんでした。やべえぜ兄貴、北進星が消えそうだ。おっと、こいつはさやかが専門かな。確かに我らの火力だが、使いこなせなければ意味はない。見せてやりたかったぜ、異国の海をよ。今意義があるのはナオトラ様と女衆のおかげです。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。あんたがいれば鬼にカラボン、いや鬼に大砲だぜ。あれゴー。元近といい、調子のいいカラスばかりだな。やろども、すっかりさやかがお気に入りじゃねえか。是が非でも、あなたを我らがなでしこ隊にお迎えしたい。なでしこ、どちらかというと我らはマンジュシャゲだと思う。あんたは知らねえな、鬼の手の優しさを。よ、孫姫さん、俺たちの姉さんになってください。いい男だったぜこの野郎、顔以外はな。よし、俺は今日もちょっと離れたところで応援と行くぜ。生き様が死に様になっちまう前に引け、さやか。私の月に通せないものがあると思ったのか。いずれまた銃火を見舞おう。新たな戦場でな。潮時ってもんがあるが、まだそれじゃねえ。あんた鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。長宗我部軍のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ、こんなとこにネジが一個落ちてるぞ。大丈夫かな。波切りの鬼、心も水も思うがままよ。本領刀なしとはちゃ困るな。ああ、お下がりください。俺たちが壁に。やってくれたじゃねえか。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。よっしん。こいつがうちの技術と最古の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。足なんて飾りですぜ兄貴。さ
大化の名を出すな。私についてこい。海賊の上に他に吹く風なんざ関係ねえ。波は嵐は俺が起こしてやるのさ。百の鬼、その多さが百の傷を刻んでやら。よう兄貴。海賊の親玉なんてやってる男が真っ当であるはずがない。身も蓋もねえな。おい、拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。おめえら兄貴の夢をぶち壊す気かよ。こんなもんかいよ。天下なんざ興味ねえ。海がありゃそれでいい。やべえ、かっこよすぎるぜ兄貴。大海原が、異国の海が俺を待ってる。私についてこい。手の握りを。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。私たちの戦いぶりを見て、世の男たちは味方を変えつつある。よし、このまま。おい、どうしたその顔。いいえ、これは、あの、目が赤いぞ。誰に泣かされた。男だな。どこの男に泣かされたんだ。それはまだ。待て、まさか相手の男の報復を恐れて。おの、地下に誰かが。まさか相手の男の報復を恐れて。おのれ、必ず見つけ出し、その性根を叩き直してやる。おのれ、
男によって不幸になる乙女たちは増える一方だ。その原因はただ一つ、暑苦しい男の元凶武田信玄。つまりは武田を倒せば世の女が幸せになる、そういうことでしょうか。武田の無駄な熱血が世の男どもを勘違いさせている。あいつらこそ乙女の不幸、その発生源なんだ。はい。ふわっとですが、なんだかわかる気がします。それに武田は私の幸せを壊した張本人、放っておいてはまた涙に濡れる不幸な乙女を生み出してしまう。なるほど。直虎様、お気持ちはよーく理解できました。そこを動くなよ武田信玄。乙女の大義、いやこの私の怒りと恨み、のしをつけて突き返してやる。乙女が世のため、いざ。ウェルカム。武田信玄、そこに直れ。私がいいと言うまで謝り続けてもらうぞ。とんだジャジャマレイディのお出ましだ。真田、あんたの知り合いか。親方様はここにはおらぬ。用向きならばこの雪村が伺おう。おのれ、つまらぬ嘘で時を稼ぎ、策でもひねり出すつもりか。竹田め、卑劣な手でどうこうできる私と思うなよ。ござらん。元より親方様がここ大阪へは出陣されておらぬだけの話。なんだと、貴様この直虎をもてあそぶつもりか。それがしはただ親方様がご不在であると申しているだけでござろう。やれやれ、どっかで見たような暑苦しさだな。ここを攻めたのも貴殿の思い込みであろう。一国を預かる将であるならば軽挙妄動は慎まれよ。私に説教する気か、その上から目線。男はいつもそうだ、乙女を見下す。レッツゴー、おじゅろは。ぎょ、この手で切り開く。行くのだサスケ。了解、やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。と、バレちゃいましたか。潰されたなら耕し直す。畑と同じってなもんや。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。伊達の名に恥じねえ戦いっぷりだったぜ。本当によ、馬の手入れは抜かるなよ。筆頭からいつ突撃命令が出るか知れねえ。頭についてったら見たことねえ景色が見られるだろ。お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。主人公乱世に息づく一輪の花、イーノ虎のまばゆきを見よ。いや、最初はもう腹が立つこともあったよ。
誠を立たせ。無念かもしれないけど成仏してくれよ。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。今なら勝てます。さあ参りましょう。分かってる。あんたらの不運は俺たちイー軍の敵ってことと、何より男だってことだな。ナオトラ様もお婿さんもらったら少しは。ないか。ないない。ほう、腕が立つ相手は嫌いじゃねえ。貴様、青なり私を褒めて何が狙いだ。大佐大佐、まあ一応あんたのことは親方様にも伝えとくよ。じゃあね。あらあら、こんな子を怒らせるなんて。親方様もまだまだお若いってことかね。何をニヤついている。武田は忍びもハレンチだ。おまけにそれで忍んでいるつもりか。まあまあの立ち筋だった。またいずれ手合わせ願おうか。光が欲しいやつ、前へ出ろ。前だってな。こう見えて俺らもさ、男を鍛えてんだぜ。切られても意地を見せるのが足軽ってやつだ。男って結構褒められて伸びるってとこあるよね。いっそ女衆に全部任せた方がいいは安泰だよね。うん、バカな。他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手強い相手ってことだ。上等だとは思わねえか。一つ残ってりゃ十分だ。二つにだって戻せんだよ。気を抜くなよ。どん底を見てえわけじゃねえだろ。大人の勝負といくか。暑苦しいのは嫌いでね。お前が言うの何のことだ。主人か。ガンつけられて黙っちゃられねえな。いやらしい目だ。責任を取れ。ナオトラ様、我々男衆は待遇の改善を要求。いえ、何でもありませんです。はい。相場よ、引き潰すのはあのあいつだぜ。誠を閉ざせ。なでしこ隊前進。男衆はその場に待機。はっ。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。まさに鬼神がごとき戦ぶりよ。それでもしとやかに入ってきてやったんだ。小十郎様だけに苦労はかけられねえ。俺たちも行くぜ。その程度で倒れるハンターじゃねえ。そのハンター、きっと小十郎様すいません。you
男なんてこんなにも情けないのに、まったくあの子たちは甘いんだから。結束ならば地方いずれの軍にも劣らぬわ。てめえら欧州なめんじゃねえぞ。蜘蛛の巣のごとく遮る。ここを通すわけにはいかんのだ。いやー盛り上がってきたじゃねえか。こんなものか。悔しくないのかお前たちは。きっとあいつやべえ匂いがします。する中で これ式の行軍で弱音を吐くなよ男衆。はい。ここにいたか貴様ら。の、hey、真面目腐って威張り散らして熱苦しい。だから男は嫌いなんだ。威張り散らしてなどおらぬ。それもこれも秘伝の思い込みでござる。オーケーオーケー、似た者同士好きなだけやってくれ。貴様誰と誰が似た者同士だ。引き抜けなりませんぞ政宗殿。 What？ 伊達今すぐ訂正しろ。暑苦しいだけが鳥への武田の男と私が似ているだと。政宗殿、つまりはこの雪村がこの娘のごとく私についてこい。門を固まれ、熱き絆よ。周囲が見えていないと申されるか。うわあ、武田が熱き魂は不屈なり。これよりは好きなだけ話し合ってくれ。貴殿の事情は分かり申したが、親方様を狙う者を通すわけには参らぬのだ。ふん、これは命令だ。さっさと武田の居場所へ案内しろ。ただいま戻りましたよっと。貴様は武田のにやついた忍び、逃げたと思ったら懲りずに私の邪魔をしに戻ってきたか。いやいや、親方様からのことづてさ、道場で待っているってよ。何？どういうことだサスケ。親方様にあんたのこと話したら武田式で歓迎するってさ。歓迎だと偉そうに。
すべての男の元凶め、思い上がっているその少年、私が叩き直してやる。乙女が世のため、いざ。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。強者よ、その荒ぶる魂、存分に示してみよ。貴様は自分のしたことを覚えているか。貴様が戦を長引かせなければ私はあいつと祝言をあげ幸せな人生を送っていたんだ。そうか、それはすまなかった。 なぜ素直に謝る。なんだ、一体何を企んでいる。この斬撃の後こそが我らの導きとなる爪痕だ。私が地頭である限り井伊家は滅びない。分かったか。体をいたわらぬ者になぞわしの試練は受けさせられぬわ。ほら、直虎様の乙女力は物理的なもんだからさ。兜がなければ即死であった。不甲斐ないぞ。まさか手加減していないだろうな。お待ちくだされ、親方様。これは全て、イイ殿の逆恨みの八つ当たり。控えよ、雪室。乙女心を消せぬようでは、民の幸せも叶わぬと知れ。乙女心でござりますか。大将、落ち込まない。歩まぬ鍛錬により己高めんと望む者よ。そんなお主のためにこの道場がある。向かい風ほど心地よい。そうは思いませぬかな。仕切り直しといこうではない。ここは武田男道場、お主に稽古。私についてこい。門をかたどれ、熱き絆よ。つけてやろうぞ。わかったぞ。そういうことだな。この道場で男が上だと力ずくで示すつもりだな。それが男の傲慢、怠慢だと言っているんだ。拙者も熱くたぎっておりまするぞ。もう二振り耐えたなら少しは見直してやる。それがしに勝るとも劣らぬな。体幹を鍛えるには暴れ馬の背に仁王立ちじゃ。なんとかします。よい、威勢がよいわ。お主に伝えたきことはただ一つ、素直であれ。勝手に話を進めるな。何が素直だ。そんなのは従順な女の方が男にとって都合がいいからだろうが。慌てるでない。わしの言う素直さとはすなわち眼前の現実をありのままに受け入れる心の強さじゃ。黙れ。私にしたことを棚にあげて乙女の幸せに口を挟むな。乱世においても揺るぎなし。これぞ武田が真骨頂よ。やばいかやばくないか聞かれれば実にやばい。めぐれ俺たち限りのままに。武田武田無理は小娘。
お主は相手がなぜ自分を置いて去ったのか、それを私についてこい。門をかたどれ、熱き絆よ。考えたことはあるのか。それは。こんなところにもう一匹の虎がおったわ。本気で行くぞ。おい、聞け、世の軟弱な男ども。その腐り切った少年、この私が叩き直してやる。覚悟ある者は来い。それと私に勝ったら花婿候補にしてやる。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人。乙女に必要なのは強さだけではない、ありのままに全てを受け止める素直さ。私はようやく気づけたんだ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。